皆さん、こんにちは。今日は幸せを呼ぶと言われている黄色い新幹線ドクターイエローを見に新大阪駅にやってきました。情報では間もなく新大阪駅にやってくるということなので急遽来てみた次第です。本当に来るのか少し心配です。改札口の電光掲示板には当然黄色い新幹線のことが出ていません。多分ホームに上がると何か手がかりになるものがないかと思い上がってみることにしました。なんかエスカレーターを上がるだけで期待と不安でいっぱいです。ちゃんとした動画が撮れるかとても心配です。それも今日は私一人、まだ徹子としての経験値が低すぎるのがちょっと困りものけど、頑張って出演するぞ。新大阪に入線が14時15分という情報です。時間的にはのぞみ29号の後の回送がドクターイエローではないのかと思います。新大阪に到着後、鳥海車両基地に入る際は回送664と赤熊さんからも聞いていたもので待つことにします。22番ホームに黄色の車体ドクターイエローが入線してきました。初めてドクターイエローを見ましたが、かっこいいですね。黄色が好きな私、家にいる赤線インコも実は黄色なのです。このあと2時間後にまたドクターイエローに会えるので新大阪駅で待つことにします。今度は鳥海車両基地から新大阪駅に入線です。そして博多に向かいます。ドクターイエローの回送番号は980番台ということなので、きっと回送985がそうだと思います。新幹線に遅れが発生しているみたいで、予定の16時33分になっても現れず、約10分ほど遅れて21番ホームにイエローのボディ、青いラインの綺麗なドクターイエローが入線です。16両が止まれる新幹線ホームはドクターイエローのような短い編成になると駅の前側に停車するため、入線を撮影後一番後ろから一番前に行くのは大変です。皆さん、いきなり黄色い新幹線が現れたので急いで撮影していました。あんなに前に行ってしまって、待って待って、どこまで行くのって感じですよね。20番ホームに新幹線が停車していたため、急いで前の方に行って撮影をしました。ドクターイエローの4号車あたりから側面を撮影開始です。遅れが発生しているので、いつ発車するかわからないのが不安です。側面の車体には窓が少しついていますね。カーテンが閉められていて内部は見えません。今度ツアーでドクターイエローに乗車できるそうですが、私は抽選に外れてしまいました。当たる気満々だっただけにショックでした。次回は絶対乗車してみたいですね。しまいました。もうここからお見送りの撮影をしておきましょう。いってらっしゃい、またね、ドクターイエロー。皆さんもドクターイエローを新大阪駅に見に行ってみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。